私の知識だけど他の人も一生懸命やってるけど聞いても変わんないもんね。まあ、ほとんどがあれだからですよね、クローンだからですよね。本当の人間だったらすぐ気づくんだけどな、やっぱり、まあ、クローンがいらっしゃるにはいるということで。さあ難しいわ。ほとんどクローン人間がいっぱいおるから難しいんだよね、世の中変えるっていうのはね。まあ一般の人間じゃない人がいっぱいおるから難しいんですね。毎日やったけど、4年間やってきたけどダメだったもんな。まあうまく言えば、まあ一日起きたら多分あんまり楽しくないと思うから。で、電子時計があるわけだから電波時計は電子時計で、電波時計は電子時計でねやってるんですよ。電波時計はそうなんだよ。まあ、時間軸も空間軸もコントロールされてるのは間違いないっていうことはね、もう分かってる。もう毎回同じこと言ってるわけだけど、自分が生きてる時間、見てるものってそんなに高度ではないのは分かってるね。高度な位置におらんということね。目で見てる位置的には結構すごいとこ見てるんだなとか、今日楽しんでるなとか感じてるかもしれんけど、違うんだな、本当だな。ああいう悪魔みたいなのいるから、悪魔のメディアとかいるから、これが答えなんだよね。黒人間はね、渋谷と歌舞伎町に特に多くね、まだ他に大阪で言えば道頓堀やな。だいたい立ちんぼしてること自体でも、それは